飲むだけで痩せると話題のアイドル水、皆様から多くのご質問いただいておりますのでお答えしていきます。今回の質問はこちら、作り置きしても大丈夫でしょうかというご質問に対してお答えしていきますね。でまたこのアイドル水、作り方ご存じないあなたはこちら詳細欄にリンク貼っております。チェックしてみてください。では早速本題に入っていきましょう。まず作り置きしても大丈夫ですが目安があるんですね。これはご家庭で作るお茶の場合は冷蔵での賞味期限というのがあるんです。それはだいたい2日から3日以内を目安にしましょうということになっているんですね。ですからこうずっと1週間を持つようなものではないんです。その都度やはりフレッシュに作っておかれる方が一番いいと思いますので注意してみてください。でまたちょっとポイントなんですけれども、そのお茶の作り方ですね、水出しであったり、煮出しであったり、あと水道水、ミネラルウォーター、このようなこうバリエーションいろいろあると思うんですけども、どんなものだったとしても目安は2日から3日以内ですから気をつけてくださいね。そしてここで注意です。でこの煮出したお茶というのを常温で冷ますと一番傷みやすいって言われてます。ですからその保存するときは注意してくださいね。でまた傷んでるその、チェックポイントなんですけれども、風味や味、匂いがもう明らかにちょっと違う、おかしいっていう時は飲むのをストップしてくださいね。お腹を壊してしまっては元も子もありませんよね。そしてこのポイント、その作ったお茶のそのパックはどうしたらいいのかということもすごく大事なんですよ。せっかく作ったので、ね、こう入れっぱなしという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、こう長時間入れておけば良いというものでもやはりないんです。でそこでお茶パックやそのお茶っ葉ですね、煮出し用でしたらお茶の葉から作られると思うんですけれども、そういったものを使った後いつ出せばいいかというと、そのお茶がもう出来上がった時点でも取り出していただく方がベストです。例えば水出し用であれば、だいたいその作り方裏に載ってますよね。だいたい2から3時間経ったら飲み頃ですよっていうのがほとんどです。ですからもう2、3時間経って出たなと思ったらもうお茶っ葉をパックを出す。でまたこのお茶の葉もそうですよね。お茶の葉から作った緑茶をそのお茶っ葉そのままずっと入れていくと、その色も風味も変わりますし、やっぱりこうよどんでこう濁ってしまって美味しくなくなってしまいますから、ちょっともともとその腐る原因にもなりますからね、しっかりお茶っ葉やっぱり出してから保存しておくというのがベストなんです。でまたこの1日取るその摂取量ですとか飲み方のポイントですとか、そういった詳しいことも別動画でお伝えしておりますのでチェックしてみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のポイントは作り置きの目安はどうしたらよいのかということについてお伝えしました。それはだいたい冷蔵で 2,3 日ですよということ。でまたお茶っ葉の取り扱い方もお伝えしましたね。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのように様々な健康法やダイエット法、腸活法をお伝えしております。そのことで女性の方が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。私もとっても励みになっておりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。